ウィキペディアにおいて、ミディエウィキの機能で設けられた、ハイパーリンクハイパーリンクとは、ハイパーテキストにおいて、複数の文章を結びつける役割を担う、参照である。ハイパーテキストの根幹をなす。単に、リンクとも呼ばれる。最もよく使われているであろうとされるリンクは、ワールドワイドウェブにおける、ユニフォームリソースロケータによるものである。 ハイパーテキストマルクアップランゲージで記述された、ウェブページでは、次のように、栄養素を用いるにおいても同様。a.href=http コロンスラッシュスラッシュ ja.wikipedia.org スラッシュ wikipedia.a. 以上の記述によって、以下のようなリンクが生成される。wikipedia www におけるリンクは、当該文書の存在位置と閲覧方法を示す。 情報に過ぎないため、通常の使用方法であれば、リンクを設置する行為は著作権法による制限を受けることなく自由である。ところが、日本の一部のマスメディアのウェブサイトでは、かつて、記事へのリンクが著作権侵害に当たるという見解を表明しているものがあった。これは、文化庁の見解と対立する上に、インターネット共同体にはこれを批判する意見もあった。 最近では基本的にリンクを自由としつつリンクの仕方によっては著作者人格権などの侵害になることがあるとの見解を示しているマスメディアが多い以下のような判例が存在する大阪フルマスク事件画像を可逆的にマスキングすることのできるソフトウェアフルマスクの作者が自身のウェブサイトから 同ソフトウェアでマスキングした、歪説せつ画像を公開していたウェブサイトにハイパーリンクを行ったことで、歪説せつ図が公然陳列の法助罪に問われた。同作者が控訴しなかったため、第一審での有罪判決が確定している。詳細は、大阪地方裁判所、平成9年第1619号わいせつ図が公然陳列法助被告事件の判決文を参照のこと。 自動ポルノの URL を直接リンクではなくアドレスを言い換えるなどして偽装して紹介したことで自動ポルノ公然陳列罪に問われた被告に対し法助ではなく正犯として自動ポルノ公然陳列罪の成立が認められるとの判決が最高裁で出ている。すなわち違法なファイルそのものや直接リンクですらなくても URL を紹介しただけで ファイルのアップロード者と同等の罪に問われる。詳細は、大阪高等裁判所、平成21年、第2082号の判決文を参照のこと。判例時項2166号142ページに、記載。ありがとうございます。